ナウナ、ミリアルです。今日もタルコフで遊んでいきます。今日は MDR を持ってきました。先にカスタム紹介だけ終わらせますね。 MDR はデザートテック社によって開発されたブルパップアサルトライフルです。カスタマイズの幅は M4 やスカーに比べると低いですが、元から性能がいいため少しカスタマイズするだけで十分使えます。そして今回のカスタマイズの性能はというと、ELGO34、精度 1.6 モア、垂直反動67、水平反動が185になっています。可変スコープを乗せても問題なくフルオートで使える性能になっています。そんなわけで今回はこの武器を使ってバンバン敵をしばいていこうと思います。早速敵と戦闘するために探して回りましょう。そういえば最近のマイブームなんですけど、ここにある電車の屋根に乗って敵を探すのにハマっています。割と遠くまで見えるのでお気に入りです。登るのもすごく簡単で、なかなか強いポジションだと思うのでおすすめですよ。なんかスカブっぽいのがいますね。とりあえずは無視しておきますか。てか今のスカブか。腕に腕章をつけていた気が。あ、PMC でした。片方の人が軽装すぎて一瞬スカブかと思いましたね。土のうの裏に隠れられてしまいましたね。さすがにもう顔は出してこないよな。動きがあるまで少し待ってみます。おっと出てきました。少しエイムがずれましたね。次こそは当てます。はい、当たりませんでした。やっと一人倒せました。あとはグレネードを何個か投げて決めますか。届いていないな。そしたらもう一つ。もう普通に詰めた方が早そうですね。今飛び降りた音でバレたかな。少し回り込んでみましょうか。降りたのバレていませんでしたね。そしたら軽く漁って寮にでも行ってみますか。到着しました。中に敵がいるかわからないので少し音を聞きます。音は聞こえないからいないのかな。一応ドアを開けて確認してみますか。あ、普通にいましたね。今一瞬だったけど2人いるのは確認できました。どうやって攻めましょうか。相手がもう一度顔を出してくれたらチャンスなんですけど、待っているけど出てきそうな感じはしません。2階で甘えているやつとかいないかな。音は聞こえるけど敵は見えませんね。どこかの部屋にこもっているのでしょうか。さすがにここのドアから侵入するのは危険なので外からどうにかしたいけど、グレネードとかで炙り出せたりしないかな。うわ、蛍光灯が降ってきて逆に邪魔になりました。これじゃ戦いにくそうなので1階から入ってみますか。そのまま中央階段を上がって2階に行きたいと思います。どこかの部屋にいるならこっちの方が見えやすいので。いやー、せっかくのチャンスを逃しました。もったいないことをしましたね。でも相手は瀕死なので、このまま3階に行ってゴリ押しします。そしてめっちゃ良いところで飛行機が来てくれました。この音に乗じて侵入します。危ねえ、ショットガンは怖いわ。そしてさっきの瀕死のやつはこいつか。オッケー、倒せました。てかまだいるのか。寮の中に何人いるんですか。もしかしてフルパとかですか。さすがにそれはないと思うけど、階段のところにいましたね。ちょうど蛍光灯が邪魔で倒せませんでした。相手は決め打ちしてこなさそうなので、通路の真ん中でエイムを置いて待っておきます。オッケー、さすがにこれで終わりかな。とりあえず9段だけ済ませますか。今、外階段から音が。
これで今度こそ最後ですよね。おそらくもう敵はいないので漁って帰ります。この後サイトを変えてレイドに行った動画があるので、それを流しながら終わりにしたいと思います。それにしてもさすがに4人は多かったですね。そして MDR はフルオートで使っても反動がほとんどないからやっぱり使いやすいです。使ったことない方はぜひ倍率サイトを載せて使ってみてください。サイト自体もすごく見やすいので使っていて気持ちいいですよ。というわけでここまでご視聴ありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またスイッチとツイッターもやっているので概要欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。